皆様こんにちは。山の常識は世間の非常識。ゆっくり霊夢です。そしてその逆もまたしかり、ゆっくりマリサです。今回の動画は2022年に発生した盤渓山遭難事故の概要について紹介していくよ。聞き慣れない山名が出てきたが、盤渓山ってどんな山なんだ？山の名前から察するに、ジャーマンシェパードやドーベルマン、柴犬などの犬種が思い浮かぶが、それは盤渓だね。盤渓山は北海道の札幌市に位置する標高604メートルの山で、山頂に三角点が設置されていないからか、国土地理院の地図に山名が記されておらず、一昔前は七市の山、もしくは標高にちなんで604高地と呼ばれていたらしいよ。かつては山名すら存在しなかったことから、まともに山として見られていなかったことが伺えるぞ。日本全土の地形を網羅しているであろう、国土地理院からも無視されるとは、なんとも哀れな話だが。逆に考えるんだ、そういった知名度の低い山ほど、静かな山登りを楽しむことができるとね。人気の高いメジャーな山もいいが、マイナーな山にはマイナーな山なりの強みがあるってか。無名法を侮ることは許さないと、我が揺るぎなき信念をお伝えしたところで、今回の事故について簡単に説明すると、当時60歳だった男性が、単独で盤渓山に入山したところ、下山途中で道に迷って遭難し、行動不能に陥ってしまった事故でね。男性が迷ったとされる盤渓市民の森は、道が入り組んでいて何箇所も分岐があり、遊歩道を蛇行しながら進んでいく必要があるんだけど、うまいこと最短で切り抜けようと、登山口方面に伸びる脇道に足を踏み入れたところ、自分の居場所がわからなくなってしまったんだ。登山道のショートカットを試みるも、肝心の道筋を見失ってしまうとは、下手なことはしないで正規ルートを歩んでいれば、こんなことにはならなかっただろうに。事故の原因もさることながら、今回の一件は市の消防ヘリが出動したことで、少なからず地元の噂話になったらしく、もし話の内容がこれ以上広まろうものなら、恥ずかしくて面目丸つぶれなため、一刻も早く忘れ去ってほしいと、当事者の男性は語っているよ。ゆっくり霊夢し、そんな彼の願いなど知ったことかと、YouTube に動画を投稿していく。理由については後々解説すると、前もって伏線を張ったところで、今から事故の概要を時系列で説明しつつ、月を見て無名法の魅力、及び低山遭難の雑学について紹介していくのでよろしく。了解した。そしたら早速、事故に至るまでの経緯から説明していくね。時は遡って2022年の9月9日、北海道在住の K さんは朝7時に札幌市の自宅を出発し、盤渓市民の森駐車場に向けて車を走らせた。今回の計画について簡単に説明すると、駐車場から舗装路を歩いて登山口まで向かい、登頂後は三菱山方面に足を運び、市民の森を経由して下山するつもりだったみたいでね。盤渓山をぐるりと一周するこのルートは、合計2時間ちょっとで一回りすることが可能で、知る人ぞ知るお手軽ハイキングスポットとして知られているんだ。難易度は初心者レベルで、老若男女問わず挑戦することができるのはありがたいな。そして単調なピストン登山ではなく、行きと帰りで違ったルートを経由すれば、一度の登山で二度楽しむことができる。これらの点を踏まえると、地元ではかなりの人気を誇る山と見た。ちっちっち、甘いよマリサ。盤渓山の近くには、北海道でも屈指の人気を誇ると言われている、藻岩山と三角山があるからね。両者とも直線距離で5キロほどしか離れておらず、わざわざ盤渓山に足を運ぼうとする地元民は、一握りの山好きな人たちに限られるんだ。無名峰の前に立ちはだかった、名峰という大きな壁。果たして盤渓山は、これら二つの山に張り合うことができるのであろうか。盤渓山の東側に位置する藻岩山は、標高531メートルの山でね、ロープウェイや車道が整備されていることから、交通アクセスが充実していて、頂上から見渡せる札幌の市街地は、ビューティフォーの一言で、古都夜景に関しては、北海道三大夜景の一つに選ばれているほどなんだ。こちらがその写真。ビューティフォー。藻岩山の夜景が綺麗だね。でも君の方がずっと綺麗だよ。現実にそれを言う相手はいるのかな。今度余計なことを言うと口を縫い合わすぞ。よく覚えておけ。あ、察し。ところ変わって盤渓山の北側、約5キロの場所に位置する三角山は、標高311メートルの山でね。その名の通り綺麗な三角錐の形をしていることから、地元の人たちに親しまれていて、
札幌はもちろん、北海道の代表的なハイキングスポットといっても、過言ではないほどの人気を誇るんだ。北海道の中でも名うての名峰らしいから、もう岩山といい勝負ができそうだな。それに比べて万景山と来たら、国土地理院からはぶられたり、静かな登山以外の魅力に欠けたりと、全くもって話にならない気がする。唯一勝っているものがあるとすれば、標高ぐらいかと。低山同士の高低なんて大した問題じゃなかろう。おっしゃる通りで、はい。差し詰め万景山はもう岩山や三角山の介護官、いや完全介護官といったところか。もうやめて、万景山のライフはゼロよと苦し紛れの言葉で茶を濁したところで、K さんは堂々82号を進んでいき、7時半に万景市民の森駐車場に到着した。ここから舗装路を歩いていくと、黄色いゲートが見えてくるんだけど、夕方4時きっかりに閉鎖されるため、早めの下山を心がける必要があるんだ。マイカーで訪れた場合、時間をオーバーすると閉じ込められるかもしれないから、長居は厳禁だな。まあ、駐車場はゲートの外側にあるから、閉鎖されても何ら問題はないんだけどね。じゃあ早めの下山を心がける必要なんてないじゃないか。登山者たるもの、早出早帰りは当然のことであると諭しつつ、林道を歩くこと10分、K さんは万景山の登山口に到着した。案内標識の前には、ゲートが閉まるまでに下山するようにと、注意書きの看板が設置されていて、事情を知らない登山者たちに変なプレッシャーをかけて苦しようとなっているんだ。事情を知る知らないは問題じゃない。早出早帰りを意識させることこそ、この看板の目的であると見た。理解が早くて助かるよ。早出早帰りがもたらしてくれる時間的なゆとりは、心理的な余裕、ひいては冷静な判断力に結びつくものだからね。心に余裕があればいついかなる時でも的確な判断を下すことができると、K さんは語っているよ。そしてその判断力を失ったがために、登山道のショートカットを決断し、道に迷う羽目になってしまったと。それを言われちゃ身も蓋もないと、彼の気持ちを代弁したところで、K さんは準備運動を済ませると、登山口を出発し、山頂を目指して登山道を歩き始めた。出発早々、沢を横切ると商店にぶつかるも、難なく乗り越えていき、ごくごくありふれた一本道の上りを進んでいったんだ。道中にこれといった難所はなく、道なりに歩いていけば問題なさそうだが、なんというか、いまいち面白みに欠けるな。これではもう岩山や三角山との格差が、全然埋まらない気がする。万景山ならではの特徴、万景山にしかないもの。そうだ思い出した。道中には石造りの灰皿が設置されていて、登山中でも安心して一服入れることができると、ガイドブックに記されていたよ。なるほど、これは喫煙者にとって都合がいいな。で、他にはどんな特徴があるんだ。まさかとは思うが、これだけしかないわけじゃないだろ。ところがどっこい、これだけしかありません。アピールポイントが微妙すぎる。こんな灰皿を置いている暇があったら、三角点の設置をはよと思いつつ、駐車場から歩くこと1時間半、ごくごくありふれた登山道を登り切ると、9時ちょうどに万景山の頂上に到着した。山頂は北東方面を中心に展望が開けていて、札幌の市街地はもちろん、天気が良ければ石狩湾まで一望できるんだ。登山開始から1時間ちょっとで、それなりの眺望を拝むことができれば儲け物だな。なお互いに距離が近いことが災いして、東にも岩山、北に三角山と、忌々しいライバルの姿も見渡すことができるらしいよ。ライバルというからには、当然実力が拮抗し、きちんと張り合えることが前提にあると思うが、今までの話を聞くと、明らかに分不相応と言わざるを得ない。釣り合いが取れていない例なんて、周りを見ればいくらでもあるもの。各有私も、自らをヒカキンのライバルと自称しているくらいだしね。重くないか、その称号。ひとまず K さんは、山頂で1時間ほど休憩を取り、10時ジャストに三菱山目指して出発した。しかし万景山を登り切って満足したか、すでに下山する心づもりだったらしく、最短ルートをたどって駐車場まで戻ろうと考えていたみたいでね。散策路の入り組んだ市民の森を、最速で切り抜けられるルートマップを、頭の中に思い描いていたと語っているよ。かつて何度か足を踏み入れた経験から、この辺りのイメージは大方見当がつきそうだな。あとは寄り道をしないでまっすぐ帰路につけば、もう満帯といったところか。無論このままで終わるわけはなく、30分ほど下っていくと、市民の森に続く登山道と、北東方面に続く脇道の分岐に到着した。ここから登山道をたどっていけば、市民の森のうねうね散策路ゾーンを経て、駐車場まで戻ることができるんだけど、ゴールの方向はちょうど北東。もしも脇道に沿って進んでいけば、近道ができると思ったみたいでね。ちょっとズルしたくなった K さんは、一度正規ルートから外れて、脇道に入り込むことにしたんだ。
まさかとは思うが、ゴールの方角がたまたま一致したというだけで、この選択を下したわけじゃないよな。少し進んだ先で道が折れ曲がり、正反対の方向に進むことになったらシャレにならんぞ。当然のことながらこの辺はちゃんと地図で調べていたらしく、どうやらこの脇道、途中で散策路と繋がっていたみたいでね。無事正規ルートと合流すればショートカット成功。ダメでも北東方面に進んでいけば、いずれうねうねゾーンが見えてくると踏んでいたらしいよ。話を聞いた感じだと、無計画に突っ込んでいったわけではなさそうだが、一時的とはいえ正規ルートから外れることに、やや不安が残るか。脇道の長さは、直線距離にしてわずか500メートル。途中で体力が尽きるか、道を見失いでもしない限りは、大丈夫じゃないかな。まあ、そういうことなら問題はなかろう。と、もう間もなく今言ったことが、全部現実に起こることはさておき、今から動画の後半戦、遭難パートの解説に移るため、一旦 BGM を変えて説明していくよ。それではミュージックスタート。ミュージック。K さんが分岐を後にすると、少しずつ茂みが深くなっていき、ヤブをこぎながら深い森の中を突き進んでいった。本日は雲一つない快晴で、銀銀に日差しが照りつけていたらしく、汗はダラダラ、息も絶え絶えになりながら、駐車場を目指したと語っているよ。随分とバテバテのようだが、大丈夫なのかな。聞くところによると、本日の札幌は最高気温30度を突破したらしく、例年より6度ほど上回ったみたいでね。暑さ慣れしていない道民にとっては、体の芯まで焼かれるような猛暑だったと語っているよ。時期は9月の初旬。北海道でこれほど気温が上昇するとは完全に予想外だったか。もしかしたらこの暑さから逃れるために近道をしようとしたのかもしれないな。すでに万景山の登頂を果たし、残りは消化試合みたいなものだったと考えれば、なおのことずるしたくなる気持ちも理解できるかと。ショートカットの誘惑、強烈なことこの上なし。楽な道に逃げようとすることは決して悪いことじゃない。受験、就職、結婚などの勝負どころで本腰を入れられれば、ノープロブレムなのだ。やるときはやる、これこそがゆっくり霊夢氏の人生哲学。そしてその逆もまたしかり、やらないときは何一つやらないと追記したところで、樹林帯をしばらく進んでいくと、次第に踏み跡が薄くなっていき、どこともわからぬ森の中に迷い込んでいたみたいでね。とりあえず北東方面に行けば、いずれ散策路に合流できると、足の向くままに歩き続けたと語っているよ。基本的に正規ルートを見失った場合、来た道を戻るのが安泰だと思うが、このクソ暑い中、馬鹿正直に分岐まで登り返すのは、さすがに気が引けそうだな。K さんの見立てだと、現在地から数十分ほどで散策路に合流するつもりだったらしく、その予想通り、正規ルートまでの直線距離は、わずか数百メートルほどだったみたいでね。ここで引き返したら、今までの苦労は何だったのかと、断固前進することしか頭になかったと語っているよ。あと少しで活路が見えるとさまよっていた、K さんの姿が思い浮かぶ。ちなみになんだが、もしお前が彼と同じ立場だったらどうする？たらればで言うのもなんだけど、基本は引き返す一択かな。ここで引き返したら、分岐から下ってきた過程が、全部無駄になると知ってもか。あと1万で勝てると踏んで、パチスロで負けた経験は数知れず、過去の努力にすがりつくことがどれほど足を引っ張るかを、骨身に染みて痛感している私に隙はない。ギャンブルに負けて金を失うも、心を失うことはなかった霊夢氏。以降ブレーキをかける術を身につけ、登山中の窮地を何度も脱してきたことはさておき、K さんは道なき道を進んでいくも、規格外の暑さが答えたか、じわじわとペースが落ちていったみたいでね。ついには完全にバテてしまい、その場で動けなくなってしまったらしく、来た道を戻ることもできなくなった彼は、いよいよ最後の手段である、救助要請を依頼することにしたんだ。救助要請とは、万全の準備を備えつつも不慮の事故に巻き込まれ、どうしようもなくなった人たちのために存在するものだと思うが、なんというか、今回のケースだとそこまで深刻じゃない感が否めないな。そもそも動けなくなる前に、残りの体力を考慮して立ち回っていれば、こうはならなかったのでは。私もそう思います。後先考えずに進んでしまった、登山者の末路。引くは一時の恥、救助要請は一生の恥。K さんは遭難者のレッテルを貼られることを恐れ、なかなか携帯に手がつかなかったみたいでね。こんな標高の低い山で、万景山ごときで救助を頼もうなど、考えられない集体だったと語っているよ。随分な異様だが、今回の事故を彼が早く忘れ去ってほしいと願う気持ち、よくわかったぞ。彼の気持ち、そんなのはどうでもいい。問題は低山であることを理由に、万景山を馬鹿にしたその発言。地元の里山をこよなく愛する私にとっては、とても無視できるものじゃないんだ。
お前の気持ちもよくわかったから、とりあえず落ち着いてくれ。許さん、絶対に許さんぞ。そうだ、今回の一件を動画にして全国に発信しよう。低山を侮るような輩には、きついお灸を据えないといけないからね。ああ、動画の冒頭で言っていた理由が、今ようやく理解できたよ。とりあえずこいつの前では、たとえどんな山であろうと、馬鹿にする発言は控えた方が良さそう。何をされるかわからん。無名法を侮ることは許さないと、改めて念押ししたところで、幸いなことに K さんのいた場所は、電波の通りが良かったらしく、携帯のアンテナも何本か立っていたみたいでね。しぶしぶ警察に連絡を入れたところ、数十分ほどで市の消防ヘリが現場に到着し、バン K さんの裾野でうずくまっている K さんの姿を発見したんだ。ふむ、まずはスムーズに居場所が見つかって何よりといったところか。事故現場から散策路までは、直線距離にして100メートルにも満たなかったらしく、まさに目と鼻の先だったみたいでね。この事実を耳にした彼は、あと100メートル、あと100メートルでゴールが見えたのにと、地団駄を踏んで悔しがったと語っているよ。惜しい？実に惜しい？しかしながら K さんのいた場所は、登山道から外れた山の中、高が100メートルとはいえ、突破にはそれなりに難儀するのではなかろうか。ああ、借り入れ前の山に登ったことのある人ならわかる、整備された登山道のありがたみを。どうやらお前も、過去に何かしら苦労した経験があるようだな。詳細はこちらの参考記録を参考にと、過去動画の宣伝を挟みつつ、その後救助隊員の誘導に従って、無事ヘリに収容され、麓の駐車場までたどり着き、警察署で軽い事情聴取を受けた後、特に大きな怪我もなかったため、その場で解放されて事件は一段落を迎えたんだ。警察関係者、並びに消防隊員の皆様、暑い中救助活動お疲れ様でした。今回の一件は、K さんの地元でそこそこ広まったらしく、なかなかに気まずい思いをしたみたいでね。馴染みの深い地元の里山で、残り100メートルを突破できずに遭難したとあらば、恥ずかしくて表を歩けなかったと語っているよ。勝手知ったる場所だからこそ、不覚を取った時の無念は計り知れなかったようだな。低山とて甘く見ると痛い目に遭うと、遅ればせながら本日のキーワードをお伝えしたところで、これで今日紹介したいことは大体説明できたから、最後に今回の事故のポイントを3つ紹介して、動画を締めたいと思います。まず1つ目、気温が高い日の登山は、ペース配分に注意すべし。炎天下の中、汗だくだくで山に登るとか、考えただけで気が遠くなりそうな話だが、そんな中でも冷静に対処し、体力を管理する力が、登山者には求められると。ザッツライト、なお長時間高温の環境にさらされると、体温が上がりすぎて体がだるくなる、いわゆる夏バテの状態に陥ることもままあってね。こうなると体力の有無に関わらず、一気にペースが落ち込むのでご注意を。これは山登りに限らず、誰しも一度は経験したことがあるはず。最近暑い日が続いているから、お前も気をつけろよな。ああ、もう動きたくない、もう何もやりたくない。このやる気のなさは夏バテが原因か、はたまた先日パチスロで大負けしたことが原因か、おそらくその両方かと。さらなる追い打ちをかけるかのように、エアコンまで壊れてしまったことはさておき。次に二つ目、道に迷ったと気づいたら、いち早く引き返すのが鉄則である。客観的に考えれば、知らない道を突き進んでいくことと、一度通った道を引き返すこと、どちらの方が安全かは言うまでもないが、遭難という極限状態に置かれた時、最善手を選ぶことができる人は、果たして何人いるのだろうか。一度決めた道を途中で軌道修正することは、かなりの思い切りが必要だからね。物事に集中すると周りが見えなくなる人、とりわけギャンブル好きのジャンキーなんかは、そのまま突っ走りがちなのでご注意を。突然だけどここで視聴者様からのコメントオーバー。山登りでは途中でブレーキをかけられるのに、どうしてギャンブルでは毎度のごとくアクセルを踏みっぱなのですか？お答えしよう、その質問。基本的に賭け事とは、ある程度負けが込むと、急激に勝ちが続くようになっていてね。生地ブレーキを踏むよりも、ずっと助かる降参が高いんだ。なるほど、で、もしもアクセルを踏み込んだまま、勝ちの波に乗れなかったらどうなるんだ？答えは簡単、今の私みたいになります。典型的自滅。この話を聞いた視聴者様は、絶対に真似をしないようにと釘を刺したところで、最後に三つ目、たとえどんな山でも遭難の可能性はあるため、低山とはいえ侮ることなかれ。今回の事故だと、標高1000メートルにも満たない里山で、救助要請を出さざるを得なくなってしまったが、もしも登山道の分岐で近道したい気持ちを抑えていたなら、ここまで大ごとにはならなかったかもしれないな。たとえ正規ルートで動けなくなったとしても、自分の力量不足だと諦めがつく
ますし、運が良ければ他の登山者に助けを求められたかもしれないしね。事故が発生したのはお昼前ぐらいだから、他の登山者に出会える可能性は高そうだな。マイナーな山であるがゆえに少し不安は残るが、知名度が上がらない最大の理由はズバリ国土地理院から無視されていること。とりあえず国土交通省に乗り込んで、うまいこと官僚たちを口説き落とし、嫌がおうでも名前を掲載させるのが先決だと思うよ。これはゆっくり霊夢氏の雄弁さが問われますね。君たちは何とも思わないのかね。正式名称すら与えられず、見向きもされていない山の悲しみを。なんか始まった。我が地元、龍ヶ崎に存在する、標高41メートルのタツノコ山もそうだ。山岳ブックに名前が載っていなければ、山レコの参考記録すら一つもない。マイフェイバリットマウンテンに対するこの仕打ち、どう落とし前をつけてくれようか。やけに盤景山の型を持っていると思ったら、なるほど、そういうことだったのか。で、国家機関の面前で自らの意見を主張した結果、どうなった？警備員の人たちにつまみ出された挙句、出禁を食らうことになりました。国土交通省の皆様、お仕事の邪魔をして本当に申し訳ありません。隠して何の成果も得られぬまま、三角点増設計画がお蔵入りしたところで話を結びつつ、今回の事故から学んだ内容を明日からの登山に少しでも活かしていただければ幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは山に関する様々な動画を上げていますので、よかったらそちらも見ていってください。皆様のコメントを参考に、より良い動画作りをしていきたいので、何か書き込んでいただけると大変助かります。それともし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価もお願いします。